昨日告示された参議院補欠選挙、今日から期日前投票が始まりました。昨日告示された参議院補欠選挙、今日から期日前投票が始まりました。書きたい人はあったもんで、どっちも書かなかったら早い方がいいかなと思いまして。期日前投票所は109カ所、今回もショッピングセンターや移動式の投票所など投票率アップに向けた工夫が凝らされています。ただやはり3月の知事選の時に比べると出足は鈍いようです。期日前投票は一部の投票所を除き、投票日前日の今月23日まで行うことができます。